ワン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 。ケテケテケテン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 テケテケテケテンテンテン。ああ、さっちゃん一分間クッキング。イエス。今日のキムサッチャンネルは超簡単さっちゃんクッキング一分かな、一分クッキングご紹介します。はい、材料見た通り、卵2個、豆腐半丁より少ないぐらいかなこれ。でトッピング用のネギ、ご飯、味付けは醤油。以上。これで卵豆腐丼ぶり。これがたまらなくいけてる。ぜひご家庭でやってみてください。では調理いきたいと思います。キムサチさっちゃん一分間クッキング。はい、じゃあいきますよ。ボウルにね卵あります。卵1個。もう1個。割ります。はい、卵を混ぜます。混ぜます。はい、こんなもんですね。したら、豆腐半丁分をここに出しますね。これを、いきます。ぐちゅ。はい、ここに、大さじ1杯分ぐらいですね。大さじ1杯分の醤油。はい、これ混ぜます。豆腐はね、粗崩しでいいです。箸で混ぜながら崩しても OK。 はい、そんなしっかり混ぜなくていいです。はい、終了。次、いきますよ。あー、さっちゃん一分間クッキング。はい、ではね、いつも通り中華鍋を温めていきます。これね、ご家庭でやるときは同じ材料で普通のご家庭のフライパンでも大丈夫。パパコンとこ逆に普通のフライパンがないんでね、中華鍋で何でもやっちゃうんで申し訳ないんですが、いつも通りちょっと湯気が出てくるまでフライパンを熱します。そこに普通のフライパンでもそうですけど、ちょっと多めの油を引いて一旦戻しますね。中華鍋の時は焦げつかない、ひっつかないためです。で、再度油を大さじ1杯分ぐらい、大さじ 1.5 かな、 1.5 杯分ぐらい入れます。はい、ここに先ほどの卵豆腐醤油入れます。はい、周りが固まってきたら手早く混ぜます。はい、はい、出来上がり。いきますよ。これをご飯に添えます。じゃん。トッピングにネギ、完成。皆さんバカにしてるでしょう。これがうまい。食ってみろ。じゃあ、そうなの、これやらんとわからんでしょ、うん、やらんとだね、うん、流してみて、うん、見てる人はどう思うかだよ。じゃあマジな話。やる価値はあるか、まあ、確かに、うん、マジって。ちょっとサチョさん舐めてるでしょって思われるよ。確かに。スプーン超えてくる。これ、ね、意外に舐めてないことが分かると思う。舐めたムヒハッシュタグキムサチで投稿してね。いらっしゃい、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 いらっしゃいませ、いらっしゃい温度だよ。青だろ。今日もキムサッチャンネル見てくれてありがとうございます。ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイビー。とりあえずうわぁあったやつのところでいい。